はい、こんにちは、カズボーです。今日はあーちゃんに会いに来ました。オリオリ系 YouTuber あーちゃんですね。はい、あーちゃんです。こんばんは、みなさん、アロハー。ごめんなさい世界の皆さん、ごめんなさい。はい、きっかけは、最初はあのはじめ社長とかまほとくんを見ててすごい好きだったんですね。それでなんか好きなことしてるってかっこいいなと思って、あ、自分も好きなことやろうと思ったのがきっかけで、その自分が好きなことはやっぱ料理だったので、お料理をみんなに配信していこうと思ったのがきっかけでしたね。なぜ、やっぱり自分が好きなことはお料理で、そのなんだろう、お料理を見てみんながやっぱ作ってくれたら嬉しいなとか、やっぱみんなに作ってほしいなっていうのと、やっぱ美味しそうとか言われるとモチベーションも上がるので、はい、そんな感じでございます。みんなの胃をつかんで、心をつかんで世界征服したいですとか言っとく。夢はそうですね、世界を征服して胃袋と心をつかんで、みんなが私の飯テロにハマって死ねばいいと思います。あー、なるほど嘘です、嘘嘘だよ、みんな美味しい笑顔になってほしいです。じゃあ、あのゲーム実況者のカズボーからの質問なんですけど、はい、どんなゲームとジャンルが好きですか？はい、ちっちゃい時からずっとやってるのはやっぱね、星のカービィです。カービィ、あと、あ、スマブラが大好きです。そういえば、あとナルトとか、なんか勝負系が好きなんです。こうストーリー進めていくのは私すごい弱くて、なんかいつも四天王前とかで諦めちゃうんですね。なのでこうミニゲームみたいなのが好きです、割と。結構欲しいっていうのは多分カズボーさんに言ったんですけど、いましたね。いました。そう、え、なんだろう、 P ですか？ P です。あ、ポケモン。ポケモンですか？ポケモンは唯一そのストーリー系で自分が飽きずに、こう中学高校専門までずっとやってたので、もう可愛い縛り、そう、私こだわりがあって可愛いのしか6匹入れたくないんですよ。なんか変なのが入ってるとやっぱこう下がるんですね、モチベーションが。またドガスとかがいると。ああ、なので全部ピカチュウ、かわいい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 でやってほしいです。じゃあいずれかわいい系縛りで実況できる時が来たらやってみようと思います。待っております。あの、私も実況しようと思ったんですけど、はい、そのストーリー系と白熱したバトルを求めてる、うん、まあ、2種類の人間がいまして、やり込めばやり込むほど白熱したバトルを求めると。なのでどうしようかなってずっと考えてるんですね。なのでそのストーリーはこうね、空いた時にお待ちしてます。やっていこうと思います。まあ、いつになるかちょっとわからないんで。全然いつでも待ってます。ありがとうございます。カズボーさんへの一言は、はい、いつも何でしょうね、私その会ったの初めてなんですけど、人柄って正直こう実況じゃわかんないと思ってたんですよ。そう、なんだろう、こうあんまりこう自分のこと喋ったりしないじゃないですか、実況って、はい、なのにカズボーさんはこう視聴者さんへの思いとかがすごいこう見てると伝わる。で、見れば見るほど、なんだろう、 YouTube への思いだったりとか、こう実況への思いだったりとか、あと一番視聴者を大切にしてるっていうのが分かるので、素晴らしいなと思って。よく見ていただいてありがとうございます。いつも楽しく見ていただいて、はい、見させていただいてて、いや本当にすごいと思います。なので、私初めてなんですよ、そういえば実況カズボーさんのを見るのが初めてで、それまで、そう、なんだろう、やっぱはじめ社長とかそういう人のしか見なかったんで、なんか新鮮な気持ちで見られています。すごい、なんか分かんないのとかもあるんですけど、分かんないのを見ててもこう人柄がすごい好きなので楽しく見させていただいております。ありがとうございます、うん、そう言っていただけるとやる気モチベーションが出ます。頑張ってください、応援してます。やっぱりこう見てくれる人は神様ですしね、うん、いや、うん、その思いが本当に素敵。そうですね、やっぱりね、こう見て分からない人には、あの、まあ、なんて言えばいいのまあ、一から説明していこうかなとか、じっくりやっていけばいいかなって思ってるんで、うん、まあね、みんなで共有できて、 YouTuber はね、
こう視聴者に一番近い存在でいるのが YouTuber だと思います、うん、いや本当にその通りです。素敵です。ありがとうございます。もう絶対伸びると思ってるので頑張ってください。まあそうですね、いずれ そうですね、伸びていろんな方にして、そうですね、まあ、自分の夢が、うん、そのゲームに対する固定概念をなくしたいっていう夢があるんで、ゲームが好きなんで、そうですね、それでももうずっとやってきてるものなので、その感動を伝えたいなっていうね、そういうのもあるし、それに対する感動もものすごい知ってるので、うん、これを共感してくれる人が少しでも一人でも二人でも増えればいいかなっていうのもありまして、そんな感じですね。まあね、やることに意味があると思います。そうですね、学ぶこともたくさんありますし、はい、なんだろう、いつもご視聴ありがとうございます。そっか、なんて言いましょう、お料理を作っております。で、まあなんだろう、好きなことを好きなようにやってるので賛否両論あると思うんですけど、私も和穂さんと同じで視聴者を一番に思っているので、はい、よろしくお願いいたします。いいことです、視聴者あっての。そうです、私のね YouTube なので、視聴者さんなしではここまでやってこれなかったと思うので、ですけど YouTuber の仲間とかもやっぱ YouTube やってなかったら会えなかった人ってたくさんいると思うんです。そうですね、だってカズボーさんとかね、ニャニャンコさんだって YouTube なかったら多分会ってないと思うので、うん、すごい YouTube はいいよ。以上、いいですね。まあ、自分ゲーム実況ですけど頑張っていきますんで、はい、いいつながりでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあサインをもらいたいんです。初サイン。サインどうしよう、21年間の初サインです。アニマルサークル、サルが気に入ってます。はい、どうでもいいですね。あ、15年だ。あ、間違えた。横にピッ。まあ、世界を超越しましょうね。はい。何でしたっけ？10月16。私の名言を書きますね。私の人生初サイン、どうだ？ありがとうございます。2015年ですね。はい、15です。これもプレミアつきますね。そう、16でもいける。両方で読めます。ありがとうございます。はい、大事にさせていただきます。ぜひ。はい、では東京に来たついでに、あーちゃんにお土産があります。ありがとうございます。茨城県から来て、はい、茨城は鹿島アントラーズというサッカーのチームありますね。はい、だそれにちなんで、うん、そのプレゼントをしたいと思うんですけど、うん、こちらです。どうぞ。東京バナナ。嘘です。こちらです。あ、こちらだそうです。びっくりしました。びっくりした。あれ東京駅で買いましたね。 お菓子夢工場亀印だそうです。鹿島アントラーズサブレ赤。はい、ありがとうございます。じゃあ、あーちゃんでした。みんなアロハ、バイバイ、グッバイ。カズボーさんにもお菓子です。あ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。早速食べる。ほんと嬉しいことですね。 YouTube やってよかったですね、本当に。こういうことスイートポテトです。こういうことを言うんですね。スイートポテト、スイートのポテトです。ありがとうございます。秋の味覚だぜ。食べる。じゃあ、メイドさんからの贈り物開けてみたいと思います。ありがとうございます。ぜひ実食。実食では食べてみたいと思います。うん、確かにパサパサして、あ、パサパサしてるんだけど中に味が凝縮されてます。お、パサパサの中に、そう、パサパサの中に凝縮されてます。イエス、パサパサ。パサパサは正義。パサパサは正義。ありがとうございます。